FM 福井アップデートイブニングお聞きの皆さん、ベティさんこんばんは。ドーベルマンベティです。はい、たった今、ビートフェニックス、終わりました。お、ま、正式に言いましょうか、ビートフェニックス2022ヒップホップダイナソーライブが終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、どうでしょう、社長さん。楽しかったですね。はい、この会場はね、去年のツアーの初日以来ということで、はい、はい、とてもね、縁がある場所でね。そうですね、はい、暑かったですね、福井の皆さんはね。相変わらず乗り良かったですね。乗りが良かったです、すごい。まあ、和樹さんどうでしょう。いや、本当おっしゃる通りで、なんか久々に冬の曲もね、やった時に、ね、イントロであんなに盛り上がってくれるとは思わず、あの君をやった時に、すごいなんかこっちも鳥肌立ちながら歌いましたね。鳥肌立ちながら、なんでいいか言う。ジェイさんどうでしょう。はい、楽しかったです。以上です。いや、またね、帰ってきたいですね。はい、ぜひ、はい、ビートフェニックス2023があるのなら、ぜひ、ドーベルマンインフィニティお願いします。はい、そしてまた僕らもツアーで帰ってこれるように、また23年いろいろメンバーみんなで、制作なども頑張って、福井また帰ってこれるように頑張りますんで、その際はお願いします。お願いします。はい、またこうやってね、ヒップホップダイナソーという素敵なイベントに、呼んでいただけるのを、僕らも首を長くして待っていますので、はいね、最後にじゃあ福井県の印象とともにね、FM 福井のリスナーの皆さんへ、和樹さんメッセージお願いします。はい、福井県の印象はさっきタクシー乗ってたんですけど、やっぱソースカツ丼が有名なんですよね。うん、ヨーロッパ圏ですか。ああ、なんか見た。僕らもね、ツアーの時に多分楽屋で入れてもらったやつ、今回はね、ちょっと時間がなくて食べれなかったんですけど、うん、でしかも、僕らがツアーに行ったのが去年でしたね。そうそう、今年は行けなかったので、うん、そう、来年なんとかまたここのホールにも戻ってこれるように、そう、ね、頑張りたいですね。はい、はい、行ってきますんで、またよろしくお願いします。お願いします。